何ですか？あの最初は、チェコの作家が小説の時に使った言葉らしくて、意味としてはあの奴隷とか強制労働みたいにあの人間にこう隷属する立場という意味だったらしいんです、しかしながらあの私たち日本人はあの子供の時から、例えば漫画ですとかアニメで一緒にこう喜びを分かち合ったり苦しんだりする仲間、友達という存在が非常に強いんですね。僕はファッションデザイナーなんで、今までその服をずっとデザインしてきたんですけれども、なんかその未来、人間の未来のことを考えると、人間の未来、人間とロボットっていうのはどういう関係になるのかなっていうのを、そのファッションデザイナーとして何かすごい描いたら面白いんじゃないかっていうので、初めて今回ロボットをデザインしました。フィルムのストーリーは、時代が2060年の東京を舞台に設定しました。女性タイプの、ロボットが作られていく過程で、彼女がだんだん意識を持って、夢を見始めるというストーリーになっています。またあの今回の映像の見どころとしましては、ロケーションがあります、東京のいろんなところで撮影する予定なんですが、一番の見どころは、大谷石の、石切り場、採掘現場をあの使いまして、そこに巨大な宮殿のような空間を作ります。そこにあのピアノを持ち込んで、音楽を演奏して、その演奏で、ダンサーに踊っていただくという、非常に楽しみな仕掛けになっています。皆さんこんにちは、メイクディレクターの松井理香です。このロボットマユポはファッションデザイナーの菱沼さんがデザインした世界で一番可愛いロボットです。私たちメイクアップアーティストやファッションの人たちもみんながインスパイアされるような楽しくって可愛いロボットです。あの映画ベイマックスのように寂しい子どもたちを癒したり、人とアートを一緒に表現したり、一緒におしゃれを楽しんだり、たくさんの楽しい未来を思い描くことができます。どうかこのマユポプロジェクト、ご支援よろしくお願いいたします。